はい、始まりました。今回ですね、ちくしょう、名前でした。いや、僕本当はね、当初の予定では今回30分間 P 放送でね、多分初かな、初に近いぐらいでやってやろうかなと思ったんですけど、ちょっと予定が変わり、案の定神が来るということになったんで、オープニング明けには多分神はいるということなんで、皆さん今回も30分間お楽しみください。では早速オープニングどうぞ。さすが、さすがでございます。はい、そして皆さんお気づきだと思うんですが、髪の毛切りました。髪の毛切りました髪の毛切りました KKK 恥ずかしい。なんで KKK かっこいいでしょ。絶対かっこいいと思う。俺はそっちの方が絶対いいと思うんですよ。まあ女の子系はね、ちょっとどちらなのか正直わかんないです。正直なとこわかんないですけど、顔ちっちゃい。今日ですね、まあ、ちょっと予定ではあれだったんですよ。いや別に嘘はついてないです。嘘はつかずね、予定ではほんま俺今日ピン放送だったもんね。あ、僕ちょっと行くとこあったんで。そうね、今日僕ピン放送の本当に予定やったんですよ。で、まあ、これ結構前からというか、まあ、一昨日ぐらいからね分かってたことなんで、はい、どうしようかなって考えたんですけど、まあ、なんか誰かを、まあ、呼ぶっていうのも確かにあったんですけど、まあ、たまにはピンで行ったろうかなみたいな、うん、俺とお前の違いを見せたろうかなみたいな。あ、ピンでね、はい、をやりたかったんですけど、ちょっとね、予定はあくまで予定なんで、予定が変わって神が来てくれるってことなんで、右誰顔でかいな、右どっちですか。ちょっと待ってください。ちょ、俺やっぱ俺これもうちょい俺下がるから俺だけ一緒や。いやいや、ここでやりゃいいんでしょ俺。あ、なるほどね。いや、これでやりゃいいんや。これ顔ちっちゃいでしょ僕。めっちゃ顔ちっちゃくないですか。いや、これの方がいいわ。これか、これでいこう。レン君、そうっすね。これでいった方がいいっすよ。いいっすよ。これでやります。また高校生の自分に何を言いたいか。もうやめましょう。絶対ピン放送何も考えてなかったっしょ。ピン放送ですか。ピン放送のあのタイトルっていうか、あれ企画は何も考えてなかったですよ。はい、なんでかってピン放送でやるからには、あの僕あんまりこの普段神とこうやってる時コメント拾わないじゃないですか。はい、てか、まあ、どっちかというとこう2人で喋ってコメント拾えてないんで、せっかくのピンでやるってなったら、本当リスナーさんとのこの一体感でコメント拾おうかなと思ってたんですよ。え、違うの。いや、まあ、お前鏡に映った自分に惚れてるやろお前。惚れてないよ。やっぱ俺かっこいいなと思ってるでしょお前今。鏡じゃないカメラに映って。いや、思ってない思ってない。何じゃ、もうサブカメラメインカメラ全部にお前なんかちょっとイケメン顔をさらせよそれ。あ、出た、その得意な顔ね。カエルは好きですか。好き。来てますか。すごいカエル。僕からの唐突な質問じゃないですか。カエルに似てるって言われるんで、まあいいっす。あ、そろそろ30欲しいですか。そうですよ、結構あのここ最近いろんな人出てもらってるじゃないですか。はい。で、実際問題ぶっちゃけよ、ぶっちゃけ、まあ、僕とレン君が1に争うのは分かるんですけど、どれが需要あんのかなっていう。俺でしょ。そうっすよね、ない。違う、いや、もともと俺ら2人でやってるから、俺ら2人のそのアクセス数とかは入場者数とかはあまり変わらへん、うん、で、じゃあ誰かをゲスト呼んだ時にその子の回の時だけ爆裂なんか数字が伸びてるかって言ったら、そうでもないの、ね、うん、まあ30じゃないですか。あ、まあけど30は、けど確かにメディア受けだよね、キャラ的にね。2人ともイケメンってどっちとどっち。3時とレンってこと。違うでしょ、俺とレンってことでしょ。サンジめっちゃ重要あんの、そんなに。それ何だ、ビジュアル的にですか、あの喋り的に。で、僕の中でもサンジ君はやりやすい方なんですよ。うん、あの何だろう、これ喋ってくれるっていうかあれやし。まあそうですね、俺みたいに喋んないやつと違いますか。いや、喋んないやつは喋んないやつでやりやすい、うん、だからその中途半端が一番ちょっとやりづらいっていう、あの、うん、
M 君みたいな感じ。ミクね。あ、言うね。分からへんけど、湊かもしれない。そんな湊君かもしれないでしょ。大体ミク、ね、サンジ呼ばなきゃセンスが。これサンジのファンでしょ、これは絶対。うちのこの番組のファンの人ではないと思う。で、今日はマジで忘れんといて。今日絶対絶対忘れんといて。今日はやるから、じゃんけんやりましょう。で、これまあ今日の今日で分かるか分からへんけど、ツイッターには分かるから、今日のこのじゃんけん、初回90分無料もそうやけど、明日の指名料無料、最低料金無料。明日、あ、ガチ。まあ明日ちょっと暇そうやし。暇じゃない、明日俺のバースデーやで。暇じゃねえだろ絶対。絶対暇じゃねえだろ。明日バースデーなんすか。はい、また2日目っすよ。またバースデーやんの。はい、この間やったばっかやん。やりますよ明日も。え、4日やったでしょ。はい、やりました。え、昨日おとといもやらへんかった。昨日おとといはリアバとそのままの日超えたバースデーみたいな。やったよね。で、めっちゃなんかお前の誕生日かもしれないけど、俺また飲まされてやりやったでしょ。でも、で、明日もやん。明日もやる。だから本当に今日思ったのが、本当今日が中日みたいな感じ。おととい、昨日散々飲んで、今日中日、今日ちょっと暇でした、明日また忙しいみたいな。バカやんの。じゃあじゃんけん買った人明日はできへんやん。いや、もういいっすよ、再生料金。じゃあ明後日からにしよう。明後日から。いや、明日がいいやん。明日、じゃあ明日暇そうやし。だから暇じゃねえやん。明日暇やったらやばいっしょ。いや、なんか面白いっすね、やっぱり。あ、そうです。前回も前々回もちょっと忘れちゃってたんですよ。せっかくナイトチューブさんが告知であんだけ赤金ですよ、あれ。赤保留、金保留みたいなものは赤金ですよ。めっちゃ目立つでしょ、はい、目立つところを僕、これモニター見た時にあそこを多分見ずに、僕自分の顔しか多分見てなかったんで、うん、あのちょっと触れれなかったんですけど、やっぱ誕生日今日やりますよ。また、まあ、何歳になったんですか。20歳。全寒お前。え、これ何、スタジオは寒いの、お前のトークは寒いの。いや、ちょっと20歳って言いたいなっていう。あ、もうけどね、それ言いたいって言い出したらもうお前はやっぱもうこっちの世界。いや、もう、いや、こっちの世界本当に。これだって若い子が絶対言わへんでしょ。22とかの子がさ、はい、何歳になったのみたいな。あ、僕22ですって言うやん。でも最近なんか本当にあのお客さんとかにも言われるんですけど、ちょっと老けたねっていう。え、老けたんかな。なんか元が多分もう出会った何年前、4年前ぐらい。いや、あ、まあ3年半前とかですかね。目約4年だ。はい、4年でええやん。じゃあまあ4年で。なんでその細かい3年半とか言うの。いや、まあ4年でいい。4年前と変わんない。いや、変わったっすよね。いや、もともと多分老け顔なんやったと思う。でもなんかブスになった気がする。まあそらね。は？いや、それブスになったかどうかちょっと分かんないです、正直ね、うん、正直今僕はレン君一番最初出会った時も、もう今日の今日、この今の瞬間でもやっぱかっこいいなと思うんで、ブスになったかどうか分かんないですけど、女の子がね、女の子が例えばじゃあ10代の時にお前に出会った女の子と、今日出会った女の子、でもやっぱ昔からまだホス始めて、じゃあその4年前ぐらいから指名してくれてる女の子には劣化したよねとは言われますね。まあそんだけの歳月見てるからね、はい、じゃあそれは逆に言ってあげた方がいいよ。僕が劣化したってことはあなたも劣化してるんですよと。それは言えない。え、やっぱお客様なんで。ちょっと待って、俺はいつも可愛い。待て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 、いつも綺麗なんだな。逆やろ、いつもとキャラが。なんでそうなんの。やっぱりなんで俺だけそうはめんの。俺がなんか悪者になるやそれ。いや、でも今回から思うんすよやっぱ。え、今回からでもないけど最近思うんすけど、ちょっと大事にしよう。年取った、年食った。うん、年取ったら大事にしなきゃ女の子ついてこねえんだなっていう、若い頃みたいに。いや、4年はねえけどさすがに変わるよね。まあ、その高校生の自分にもね、先週やったもんね。やりました。高校生の自分に何を言いたいかと。もうおっさんになったね、今おっさんになった蓮見からしたら、もう高校生の自分があのイケイケの頃に言いたいでしょ、女を大事にしろと。まあ、これだからもう大人になった証拠なんですよこれは。ただまあそのまあな、若いから女を大事にせえへんとか、年食ったから大事にするとかではないと思うんですけど、これがやっぱその4年という歳月をかけてのまあ変わったっていう、あれ、え、何、え、はじめメニュー好きなのに俺答えようと思ったら次なんなん、はじめしょうもないもんなって。まあ僕結構多分しょうもないとは思うんですけどね。なんだろうね、やめようねこれね、思えへん。これなんか批判のコメント来るとなんかちょっと喋る気なくすよね。いや、でも全然、え、まあそうっすね、思わへんの。まあでもなんか、まあ坂上忍に聞いてみたいの。でもなんかいいのかなっていう、やっぱしょうがないじゃないですか人っていろんな人いるなって
悟り開いてんのかな、もうやっぱ。違う違う、明日バースデーでちょっとテンパってんすよ、マジ。え、何の回それ、何なんそれ。あ、ちょっと、え、前回の時も次の日バースデーだったよね。うん、だから火曜だから毎回水曜バースデーなんだよ。しょうがないでしょ。もうきついんだって、俺だって本当もう、ね、先週もう放送どころじゃなくて、明日のことで頭いっぱいなんだから、本当にこれ放送見てる人もう本当明日来てください、全員。しんどいっすわ、俺。あ、すごい、遠距離から見てくれてますね。名古屋から見てますやって、すごいですね。いや、それはダメだって。なんで名古屋から見てますね。いや、地方の人ってか、遠くの人も見てくれてるってことでしょ。やっぱ名古屋行きますわ、今から。え、二度と喋らん。だけどやっぱこれ僕らしかやっぱ分かんないですよね、このバースデーの緊張感って。てか主役にしか分からへんよね。いや、でもなんかやっぱそうっすね。え、ぶっちゃけ、ま、じゃホスト人生何回目、4回目のバースデー、はい、5回目4回目です。4回目でしょ。で、4回経験してるってことは周りからしたらもう慣れてるんやし、ベテランでしょみたいな感覚で見られるかもしらんけど、実際やる側からってなると、え、うん、すごい、ありがとうございます、ブラジルから見てくれてますね、ありがとうございます。ありがとうございます。実際よ、これやるってなったらほんまにこれ 4回やろうが5回やろうが10回やろうが変わらへんのよね。え、しんどいっすよ。まあ、なんかしんどいもあるかもしらんけど、やっぱすこぶる緊張するよね。なんか何日もやるってなるとやっぱ緊張しますよね。あ、まあね、まあまあまあ、なんかその、まあ多分お客さん的には、まあ、お客さんは毎回言うのが、じゃあもう、じゃあ今月はお祝いするよと。確かにこう日々お祝いしてはくるんですけど、そのイベントじゃない時、じゃあイベントじゃなくても私はいいやって言う子がやっぱ多いんですよね。私なんかいらないっしょ、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 イベント日ないこれみたいな。ある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 、あるね。それ俺、なんて言ってるか、俺の中で決めてんの、他力処方っつってんの、それ。他力、みんな女の子が他に女の子いるでしょみたいな、レン君すごいんだから他に誰かやってくれるでしょ、私なんか行かなくてもみたいな。これじゃあお前のお客さん100人おったとして100人みんな言ってみ、死ぬよ。誰も来てくれへんでしょ。まあけどそうね、まあ女の子もやっぱね、やむって言いますよね。なんかこれ以上なんかこの闇について話すと、なんか本当メンヘラ発言じゃないけど闇の回みたいになりそうやから。でもまあ全然、でも楽しんでいいっすよ、やっぱ。そう、実際ね、実際やっぱこの緊張感があるしプレッシャーはあるけど、やっぱそれに来てくれた女の子、やっぱ一人一人もちろん感謝やし、だからそれを祝ってくれる従業員もおるし、結果的にも終わっちゃうともう楽しさしか残らへんよね。なんかやっぱその、俺これ何かの時喋った気がすんねんな、そのホストのバースデーの成功ってどこなのかなって。これ多分歌舞伎町300店舗以上あって、おそらく人数で言えば多分3000人4000人ぐらいホストがいるわけでしょ、うん、の中で、まあ、バースデーやったことない子もおるかもしれないけど、これバースデーを単独でやったことある子、合同とかじゃなくてね、単独でやったことある子で自分のバースデーの成功をどこに置いてるかって多分みんな違うと思う。でも俺はあれっすね、もう俺が楽しければいい。だからその楽しさがどこだ。いや別に酔えばいい。あ、なるほどね。じゃあお前それ結論あれ、自分のお客さんが来てくれんでも周りのお客さんバー来てくれてみんなシャンパン入れてくれて自分が酔っ払えばそれが楽しいってこと。いや楽しい、できた人間やな、お前は。お前はできた人間や、俺は絶対そんな楽しいと思わへんよ。いや楽しい、ただなんかそのそんなことはないじゃないですか、少なからず。え、こういうのとちっちゃ、うん、え、キャバクラにバースデー営業しに来たホストいた今日。そう、俺ちゃうん。お前ちゃうの、途中おらんかったもんな、うん、店いたわ。いた、ずっといたわ。いたの、途中おらんかったような気がするんだけど。まあけど確かにこれあれなんですよ、ナーバスな時期にはなりますね。それで病んでるとかそういうのじゃなくて、うん、これやっぱホストが単独でバースデー打つで、なおかつやっぱその経験を重ねてる人ほどナーバスな時期にはなるかなと。で僕思ったのがあれみたいなもんなんですよ、晴れ舞台とか楽しい思いを目の前にしてこのやむ期間、これナーバスな時期って言うじゃん、言うでしょ。もう一個僕出てきたんですよ、マリッチブルー。いや重要はマリッチブルー言うでしょ。結婚がもう決まってさ、結婚してこれから幸せな家庭を築こうって思ってるけど、いざそれを直面するとすごいなんかいろんなことを考えてあれになるっていう、マリッチブルー知らないの。でもなんかまあ、そうですね、知らないんだったら今から CM 入るから、 CM の間に Google 先生聞いといて、はい、ってことで CM どうぞ。
人紹介したいんです。めっちゃ舐め腐っとるやん。3年前地元を離れ1年半のサラリーマンとしてのキャリアを十分に積んだ後、ここ歌舞伎町に降り立ち、4年後不動産関係の会社を起業したくて、約700万円の資本金を貯めるためにホストしようと思いました。めっちゃ真面目やん。じゃあ調べました。マリッチブルー何ですか意味。なんかブルーになる時も全然調べてなかったやん。また鏡で自分の顔チェックしたいつものように。お前なんか CM 入るたびにもなんかあのそこのあのスタジオにある鏡で、ね、下げたら本当ナレシストみたいなキャラ。全然やってねえから。やってもないこと言う。めっちゃほらさすがですね。朝生さんバースデーブルーの連で、いやさすがよね。さすがみんなね、ほんといつも僕思うんですよ。このリスナーさんのコメントのセンスすごいと思う。ここに書き込みをしてくれるリスナーさん。何だバースデー逆来るんです。来ますよ。本当に本当に来んの。やばいでしょ来なかったら。え来る。いや来ます。いやだから今もうここぞとばかりにやましてこようとしてる。バースデーブルーの乗り切り方教えてくださいなどって。あ、これホストさんじゃない。これもしかしたら家庭さんのホストさんじゃない。これ乗り切り方は、まあ、特にないっす。いやもう迎えるしかないよな。もうなんか正直もうまあ良くも悪くも振り切ること。いやほんまそれやと思うよ。でも迎えちゃえばもうどんだけなんやろあれしようがどうしようがしょうもなくなんかないもん。バーカバーカ倍1畳始めって。僕のあの名前を勝手に使うのやめてください。僕出てるし、これ打ち込みできてないですか。このコメント僕じゃないですよ。バースデーまさかのノーゲス、すごいね。これほんまにかなったらすごいね。ノーゲスってことあれやからね、レン君のお客さんが来えへんとかじゃないよ。もちろん俺のお客さんもそうやし、どの従業員のお客さんもその日ごぞっと来えへんってことやね。俺逆にそれなんかサプライズで俺のバースデーやってほしいもんね。めっちゃ面白くない。いや多分後々は面白いですけど、その日は死にたくなると思う。いやもうだからそれがもうね、なんやろ、もう変な話、もう台本は決まってる。もう何時からもうシャンパンの本数とか全部決まってる。もう煽りの時間とかもいらん。で、主役出勤します。でもみんなが打ち合わせしといて、お客さんとか従業員とか全部打ち合わせしといて、うち7時半オープンでしょ。8時半になれ、9時半になれ、10時半になれ、誰も来へんの。自分のお客さんすら来へんの。裏で全部テキーラもひたすらテキーラ。いやいや、それめっちゃ面白くない。で、もう10時、さすがしびれ切らして11時から来て、11時からブワー入ってきて、もう全部シャンパンラッシュ。だからそれがめっちゃ面白いよね。10時半ぐらいテキーラ散々飲み始めて、あもうええわこのクソやらってなってる時にブワー入ってきたら、多分俺は裏で外泣いてから。外泣く。いやからなんやろ、緊張と何かの緩和みたいなもん。ほんと自分のバースデーほど他の従業員って素敵やなって思う時はないと思う。いやちょっとこれおもろいわ。お願いしてやってもらおうかな俺。ちょっとほんと俺の時はやめてくださいよ。店長のバースデーやる。店長見てないことをねあれするけど、うん、店長のバースデーやっちゃう。それ全員あの時間合わせてやる。俺すいませんタワーこけましたわって言って。僕店長のバースデーもタワーやろうと思うんですけど、タワーこけましたっていう手にしますね。じゃあ、いやけどなんかそういうなんかおもろいことって僕絶対大事だと思うんですよ。で確かにこれ聞いたらね、こんなん絶対無謀な話でしょうもないことだと思うんですけど、これをなんかやりたいなって思うホストがどんだけおんのやろみたいな。もうやられたかもマジ泣きますよ。いや俺なんか、いや俺は結局最終的には来てくれるわけでしょ。でお祝いしてくれるわけでしょ。それは分かってるからでしょ。あ、違う違う、分からずそれやられたするやん。確かにめっちゃテンパると思う。めっちゃテンパるけど最終的にそれ来てくれたら違う意味で俺は泣くと思う。うん、だから嬉しいでしょ。なんか安心するし、そうで多分マジでベロベロになると思う。だってその11時まですごい緊張感でしょ。うん、やばみたいな。でなおかつ自分のお客さんすら来てくれへんの。それね、店の打ち合わせが大変すぎる。どんだけ店で固まってる女の子ばっか呼ぶ気。しかも自分のお客さんってなるとちょっとあるよね。ちょっと難しい気はする。うん、ただワンちゃんも本当あのオープンから自分のお客さんしか来てない。周り誰も呼びません。おいおいおいってなるでしょ。おいどないやってんねん。
授業全員集めてくれよ、どうなってんねん。でもそういうの怒って、俺バスで。え、2年前ぐらいの時に。いや、なかった。あれはあれはないよ。あれはなかったことにしよう。あの時は本当全員殺したのだけど、そんなこと考えちゃダメっていうか、まあ、これは別にマイナスな発想で考えてるわけじゃなくて、これマイナスをいかにプラスに転換するかの考えだと僕は思うんですよ。もう俺本当に一つだけ明日のお願いがありますね。あ、なるほど。全ていや、した方がいいです、それは。本当にあのバースデーでちょっと酔いたいです。え、いや、じゃあ本当に酔いたいんですよ、本当。じゃあ何回さ、君バースやっても4回やってんでしょ。いや違う、4回やってんすけど、で、確かにシャンパンの本数とかも多分、まあ多分うちのイベントにくらいの中ではすごい入れてもらってる方だと思うんすけど、あの本当最近日々思うのが、なんかバースデーの日にちょっと挨拶回りがてら、あのじゃあ人の、まあうち系列のアフターバーですけど、だいたいそこにみんないるときに、今日ありがとうって言ってちょっと飲んで、違うところ行って今日ありがとうってやるんですけど、なんで俺よりお前が酔ってんねんっていうぐらい、あの俺じゃない担当の方がやってるんですよ、その各女の子の。それはだって主役が一番緊張感あるでしょ。いや違う、酔わして。本当に明日の目標、マジで潰れたいです。本当営業終わって、本当営業終わっても寝たいぐらい行きたいけど、営業終わって酔わへんのは確かにあれやと思う。でも営業終わったし、営業中全然酔わへんなと思ってバンバン飲んでるけど酔わへんと、営業終わった瞬間この肩の荷が下りるじゃないけど、めっちゃ酔い回って潰れるとこが、うん、それが本当ここ3年間一回もないですよ。だから唯一、俺が人生で唯一潰れた誕生日が、あの入店して3ヶ月目ぐらいでやったバースだったんですよ。なるほどね。あー、なるほど。じゃあ明日いいですか、テキーラ、はい、僕のテーブル5本入れますよ。だからシャンパンで潰せる。テキーラで潰れんす。贅沢じゃないですか、潰れればいいんでしょ。いや、ダメ。え、なんでそれ下の子のバースで潰れればいいでしょって、テキーラとかって俺のバースで。まあいいや、テキーラです。じゃあテキーラ、セットリバーテキーラでしょ。あのこれを見てる女の子で明日来てる子たちはとりあえず各席テキーラ一杯ずつは飲ましてください。もうじゃあ明日もね、テキーラ飲み放題にしちゃえばいいよね。店レン君バースデーでセット内容テキーラ飲み放題です、各テーブルいくらでも出しますみたいな。震えてきたんすよ。近目見て、なんかいや想像したらそうなるよね。ただ僕はさっきちょっとおもろいコメント来たんすよ、彼女の整形どこまで許せるみたいな。全然ちょっと話変わるんですけど、うん、どこまで許せます。あ、全部何でも。あ、マジですか。はい、うん、僕も一緒なんですよ。ですよね。何でもいいよ別に。全然許せるんですよ。ただ僕一個そのタイプじゃないと言えば、僕どっちかというとそのゴリゴリ整形顔とか整形メイクとかもそうですけど、だからその作りもんっぽい顔は好きじゃないんですよ女の子で。男の子の整形顔僕めっちゃ好きなんですよ、君みたいな。でも整形顔じゃないし。整形顔でしょ絶対。なんですけど僕女の子のそのなんか私整形してますみたいな顔はあんま好きじゃないんで、けど整形してても全然どこを整形してても何でもいいかな、うん、ただ一個だけちょっと許されへんっていうか、別にやらんでよくないと思うんがおっぱい。なあ、きしょいっすよね。なんかコリコリしてんすよ。いや違う違う、いや別になんかそのキショイとかではないねんけど、なんかその入れなくてもそれで愛してもらえる。ちっちゃいおっぱいがいいしょ。もういや、ちっちゃい、なんかね、ちっちゃいのも大きいのもどっちも好きですよ。どっちも好きなんですけど、そのちっちゃいものをあえて大きくするっていうのは別に否定はしないし、全然いいと思うんですよ。全然いいと思うし、あれの方がいいと思うんですけど、ただなんかまあ個人的に僕の彼女がじゃあ当時付き合った時はちっちゃいですと、うん、でちっちゃい時付き合いました、で私おっぱい入れてきましたみたいな、ある日突然ね、サプライズで、うん、したらもう取ってきてって言うかもしれないですね、うん、だから出会った時に入れてますとかだったら、あ、まあまあまあ、そう全然許せます。整形、俺整形は全然否定タイプじゃないですけど、ほんと唯一思うのがなんすかな、整形がなかったらよかったなって思う。何の話？いや整形っていう文化っていうか、そういう行為がなかったらもちろん売れんじゃないかっていう。それ僕も同じでしょ。ね、まあそう、分かんないですけどね。で本当にこの、まあ、整形という文化っていうか、まあ、歌舞伎町が確かにそうなりちゃいましたよね。うん、まあそう。前までやっぱ整形って世間的にも否定派が多かったのよ。なんで顔いじってんのみたいな。
え、そんなんでかっこよくなって可愛くなってどうなんみたいな感じがあったんですけども、最近なんてもう整形してるのが自分のステータスみたいな、うん、っていうこのマッチになってきたんですけど、あのだからどこの店でも多分どっちかっていうと整形してる人の方が多分多いと思うんですよ、従業員の数の中で、うん、ただうち本当にびっくりするぐらい整形してる子いないじゃないですか。いましたけどね、昔はね。今もちょっといますよ。ちょっとね、ほんとほんと、ちょっとちょっとね、それやめてあげて。サンジ君が整形してるのバレちゃうからそれやめてあげて、まあ、ちょっとにしといてあげて、うん、なんで、あの本当うちは正統派やなっていうのはすごいあるんですよ。で、この間あの素朴な会話ですよ、素朴な会話で僕あの副社長喋ってる時に、やっぱリンクってイケメン多いよねみたいな、ですよねと、顔面レベルは結構やっぱ高いと思うんですよ。いや本当にフラットに考えてみ、同業行くでしょ、で僕も同業行くんですけど、なんだろう、その整形しててかっこいいとことかはもちろんいるかもしれないですけど、整形せずにイケメンであのレベル、でも整形しててもかっこよければいいじゃないですか。いやーど、まあどっちなんやろうな、なんかなんだろう、いやいいとは思うよ、いいとは思うねんけど、俺はなんか俺としてもそうやし、リンクとしてもそうやけど、この整形してない中、うちの子たちこんだけ可愛いでしょみたいなのをちょっとやりたいよね。もう他とは違うのをやりたいから、他はいや、うちこんだけ従業員揃えてみんなイケメンですけど、みんな整形してますどうやよりかは、うちこんだけ従業員揃えてて、こいつらみんな整形してないですけど、このイケメンやでどうやってのでいきたいの。これルシエルの時からずっとそうですよ。いやでもまあそうっす、まあこの話はやめよう、もうやめよう。いやいや本当思うんですけどね、ふと怒られてその話になって、あやっぱそうですよねみたいな会話したんですけど、なんでね、あのまだ全然リンクに来たことない女の子とかね、やっぱ僕は整形せずにでもイケメンやって思う男の子がおったらね、ぜひバンバン来てほしいですよね。本当に結構本当うちの店って嘘偽りなく、まあ僕がこんな感じじゃないですか、結構ありのままで喋ったり、まあ、面接してる時でもそうなんですけど、結構本当のこと喋って結構言われるんですよ、その、あの面接を来てる子に、いやすごいですねみたいな、そんなありのまま言いますみたいな、でそれが良くて入店してくれることもいますし、だからもう結構あの本当ぜひねうちのイケメンを見に来てほしいなっていうのと、明日ねあの神のバースデー第2バージョンがあるんで、ぜひそこにも参戦してほしいなと。して、まもなく10秒前なんで今回やります。明日買った人はレイン君バースデーかもしらんけど、最低料金0円でいきます。最初はグー、じゃんけんジュジュジュ、見せて、はい、チョキを出したのでグーを出した皆さん勝ちです。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。